レゴクリエイター深海の生き物のサメとほぼ一緒ですね。皆さんこんにちは、ジェイソンレゴビルダーヒロギーだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター野生の虎の続きになります。前回の動画で虎からレッサーパンダに組み替えました。最初に作った虎と違って結構可愛くてとても良かったです。それと付属する桜の木も結構良かったです。今回はレッサーパンダから鯉に組み替えます。虎とレッサーパンダの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは鯉に組み替えます。はい、鯉が完成しました。今回の鯉なんですけど、前回のレッサーパンダと一緒で思ってたより大きいです。まあそもそもこのレゴクリエイターが1個7000円ぐらいするので、まあそれは大きいですよね。はい、では近くで見るとこんな感じです。個人的にこの鯉の大きさなんですけど、レゴクリエイター深海の生き物のサメとほぼ一緒ですね。はい、ではドアップで見ましょう。まずこちらが頭部です。鯉のヒゲと口が再現されているのがとても素晴らしいです。ただこの口なんですけど、前回のレッサーパンダと一緒で稼働することはできません。はい、そして胴体はこんな感じです。今回の鯉の色はオレンジ色が結構目立っていて、部分的に黒色と白色があります。はい、そして尻尾はこのようになってます。尻尾の部分についてはサメよりでかいですね。はい、上から見てみるとこんな感じで、ヒレの造形が結構リアルに見えます。はい、それではこちらの鯉の可動範囲について説明します。口は開かないんですけど、頭部がこのように動いて、でさらにヒゲもこんな感じで動きます。マックスここまで動きます。そして胴体はここがボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。なんか最初に作った虎を思い出します。そして前のヒレも少しだけ動きます。一回転はするんですけど、あんまり動かしちゃうとパーツが取れます。なので基本的に上下このように動かす感じですね。後ろ側は動かないんですけど、こんな感じで前側は動きます。上びれもこのように動きます。尻尾の部分はボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。尾びれもこんな感じで稼働します。はい、稼働部分を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。個人的にこの鯉なんですけど、色と造形を少し変えたらイルカに転用できますね。わあ、これは面白いな。まあただこれ組み替えがいけたとしても、オレンジ色のイルカってめちゃくちゃ違和感ありますねはい、続いては鯉と作れる付属品について説明します。こちらはハスの葉です。今実際のものと見ているんですけど、今回のハスの葉の完成度めちゃめちゃ高いです。近くで見るとこんな感じで
ピンクと白色がめちゃくちゃ美しく見えます。上から見るとこんな感じです。あ、なんか個人的に桜の花っぽく見えちゃうなはい、そして鯉と並べるとこんな感じです。今回の野生の虎の付属品って中国の植物とかが結構多いので、今回の鯉も中国を意識してるんじゃないかなって思います。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あー、おおよそミニフィグまあほぼ 1.5 体分はありますね。あー、なんかミニフィグと並べるとこれまた世界一でかい鯉に見えますね。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。高さはほぼレゴマリオと一緒ですね。あ、なんかレゴマリオが背中に乗っても違和感ないかもしれない。じゃあちょっと乗せてみようと思います。よっと。おー！はい、乗せてみるとこんな感じです。あ、なんかこれ全然違和感ないぞ。今回作った鯉がすごいのか、レゴマリオがすごいのか、どうでしょう。はい、レゴクリエイター野生の虎の鯉はこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイター野生の虎、鯉に組み替えて、レビューしていました。今回組み立てた鯉もめちゃくちゃ素晴らしかったです。まずこの鯉なんですけど、前回のレッサーパンダと一緒で思ってたより大きくて、それとこの鯉も結構動いて、鯉の模様もパーツ別で色分けされているところが素晴らしいと思いました。それと付属するハスの葉も結構完成度が高くてとても良かったです。はい、今回の動画でレゴクリエイター野生の虎の3つの作品を全部組み立てました。この中で僕が一番良かったのは、もう間違いなく一番初めに作れる虎です。あの、僕22年間生きてきた中でここまで最高のレゴクリエイターはこれが初めてです。まずこの虎の何がいいかって、この箱の時点での完成度がすごい高いのと、さらに実際に作って分かったんですけど、今回の虎めちゃくちゃでかかったです。で、僕が虎で一番好きなのはやはり胴体の模様ですね。これてっきりプリントパーツかシールだろうって思ってたんですけど、なんとこれ一部除いて全部パーツ別で色分けされているのが本当に素晴らしいと思いました。あの、ちなみにこのレゴクリエイター強いて欠点を一つ言うのであれば、めちゃめちゃ高いです。このレゴクリエイターの値段は1個7000円もします。で、さらに一番びっくりしたのが、このレゴクリエイター7000円の割にトイザラスではもう売り切れになってます。やっぱ虎の完成度がすごい高いので、おそらくレゴ好きの人が全部買ったと思います。今年の干支が虎なので、まさに今年にぴったりのレゴクリエイターなので、気になった方はぜひ組み立てて作ってみてください。今回組み立てたレゴクリエイター野生の虎は本当に素晴らしかったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。